ブレイキンは DJ がかける音楽に合わせ即興で踊り、表現力や独創性を競います。世界各国からトップダンサーが集う大会、レッドブル BC1 ワールドファイナルが現地時間の土曜日の夜、フランス・パリで行われました。2018年のこの大会で初代女王となったアミこと湯浅亜美選手が決勝へ進みました。その相手は先日中国で行われたパリオリンピック代表選考会アジア大会の決勝と同じ中国の671選手。この時は671選手が金メダルで、亜美選手はパリのチケットを逃してしまいました。亜美選手は得意の足さばきで671選手に応戦し、自分らしく楽しんで踊れたと見事アジア大会の雪辱を果たし、この大会2度目のワールドチャンピオンに輝きました。